中国和人民解放军开始からの、例えば中国60年代から新疆ウイグル族のところで原子爆弾試験したのいっぱいの軍人が放射線で、放射能で、被害の軍人がいっぱいあります。そうするならば国で無料で治療してくれます。実は中国政府は彼らを治療してくれない。その時の軍人たちは、貧困したの軍人たち、の放射能被害者の軍人たち、若い時何も知らないですよ。ね、時貧困したの軍人たちは、ね、生まれたの子供さんは30%生まれつきの障害児ですよ。ね、だんだん分かったから、放射能の被害ですよ。でも中国政府が、ね、何人ぐらい、ね、お金が出したけども、たくさんの被害の軍人たちはお金出さないですよ。ね、被害者軍人が時60年代頃ものすごく多いです。その後は、あとは退役軍人3年間か4年間が退役させて、退役後でたくさんの軍人は田舎行きたくないですよ。軍人たちは田舎から軍隊入ったの人たちが多いです。東海の仕事、東海の男たちは、女の人たちは、軍隊入りたくないです。なぜか、中国の軍隊は、共産党を守るの軍隊です。国の軍隊ではありません。ね、共産党内訓で、共産党支持で、今の軍隊はみんな習近平、ね、権力室に捕まって、習近平は命令ですぐ相手戦うでしょ。ね、この人一人だけの命令で人に戦う。ね、この間、ベトナム侵略、海侵略、ね、領海侵略、インドにような釘、言われる釘のテスト、テスト入れるの釘、インドの国境線の軍人たちに殴ったりとか、ね、60何人ぐらいインドの国境線の軍人たちに亡くなりました。ね、全部習近平政府の命令ですよ。ね、一人の命令で軍人が動きます。中国人民解放軍は国の軍隊ではありません。みんな個人の軍隊ですよ。だから恐ろしい、怖いです。今の国境線が武器は全部人民完了ですよ。あとは時間の問題ですね。人民解放軍は退役軍人今まで5000万以上あります。ね、若い人たちはミュンヘンに入れました。若い人たちミュンヘンね。中国は3000万、4000万の民兵があります。もし戦争を起こったときに、民兵たちは軍人と同じです。彼らは漁船乗ったりとか、船ね、全部で乗ったりとか、人民解放軍と同じ相手、敵国に戦うできます。彼らのたくさんの数千万の退役軍人、恐ろしいですよ、怖いですよ。ね、何がするかどうかわからないです。例えば、若いの軍人たち、特殊部隊入ったの、特殊部隊から退役したの軍人は、日本で留学生として、これはあと研修生として日本から来たかどうか、日本政府一切わからないです。もしね、何が揉めたことあったら、相手は、ね、特殊部隊の退役軍人は恐ろしいでしょ。ね、武力いろいろ力あるから、だから怖いですよ。アメリカ国はこれから中国共産党の軍人とか共産党員とか、一切アメリカ入国禁止になります。日本どうなりますか？日本は全く日本人の、ね、子供さんは少ないですよ。ね、中国人の労働者、いわれる研修生、いっぱい入りました。この中に私が一番心配なのが、どれぐらい退役師団の武装警察、退役師団の軍人、退役師団の特殊部隊の人、どれぐらいありますか？ね、もし何かあったら、日本の警察負けますよ。日本の自衛隊も負けますよ。ね、怖いですよ。
카레라와 중국 그 전국부 악시코진의 대문 내리다와 타이키 군진의 오이데스요. 나세가 카레라와 고한 타베라에나의 조타이 데 시고토모 나이시 요메상모 나이시 도코시야카라 나니가 수루카도 가와 카라나이데스요. 토코니 세이프 카이스로 오카네 우레나이시 시고토 데키나이 바이와 카레라와 야빠리 네 세이프 도 타타카이마스요. 혼돈이 세이프와 쇼킹페이 스테이프 이마와 카데 카라 네 카레라와 하야코 시고토 사가사 나이토 세이가즈 신이 아게나이 포 험마니 오프로시 코아이 데스요. 就害怕没那得给了你石油，卡里拉瓦呢？那卡拉丘格不太一个关键，可里卡拉斯科西呢？可里卡拉斯科西，我看你研究して有可能卡可里斯啊，哪路卡那とかね？ものすごく農村の方がね、東海の人たちは問題入るわけがない、みんな嫌いですよ。ね、どうしようもないと生活苦しいの人たちが問題入ります。農村の人たちは、ね、あんまり学校、中学校卒業までまだいい方ですよ、現在ね。彼らは農村離れる、東海で仕事するのが一番ルールです。ルートです。このルートを農村離れます。中国の農村は、20年前のようなの、遅れたの農村ですよ。畑以外は何にもないです。農村は若い人たちは農村は離れるのルートで、だから軍隊入ります。軍隊入ったら退職して後で農村戻りたくない。やっぱり東海で仕事したいですね。でも東海最近は中国武漢肺炎、新型コロナウイルスの原因で東海の仕事もないですね。たくさんの東海は外国人、外国企業は国に帰ります。他の国が行きます。中国失業者4億人以上あります。これから大変ですよ。デモがこれからですよ。次から次大デモが起こします。最近洪水の問題でまたデモを起こさない。ね。たくさんのところが今の人たちは仕事ない。ね。まあ、これらの退避軍人もそうですよ。仕事はないから、これから大デモを起こしますよ。まあ、政府弾圧しかないでしょ。これから弾圧しますと。あとは中国政府今年のコロナ、今北京コロナ大変ですよ。北京にあるのこの7人の偉いさん、習近平政府の7人の偉いさんは今現在どこにいたかどうか、まあ、最近顔を全然出さないです。この変な中国政府ですね。おかしいですよ。ね。な、関税とか、まあ、韓国の関、正しいね。関税とか、香港に対するよ、トップですね。この方は、アメリカ主催で、31億財産、アメリカから募集しますと。欧洲とか、欧ね、山水辺、欧、太平洋のよ、欧洲たちの財産も11億何万が、アメリカドルで、まあ、今度ね、募集しますが、ね、国内の人たちは生活大変です。特にこれらの退役軍人は、家も自分ないです。家族も何にもないです。自分は生活精一杯です。年取った人は病気だらけで、ね、国が一切援助しない、ね。だから彼らは社会の治安の不安ですよ。まあ、これからデモが次から次を起こします。ね。これ、5000万の人たちは結構多いですよ。ね。社会、中国共産党は、彼をみんな割り箸と同じ使い捨てる。でも、社会の不満はこれから爆発します。はい、ありがとうございます。